完璧だよ。おはようございます。おはようございます、本日は、成田ゴルフクラブさんにお邪魔させていただきます。まあ素晴らしい、僕が大好きなコースなんですけども、今日はまあ普通のなんかラウンド動画じゃなくて、その要所要所でレッスン動画を撮っていきたいなと思いますんで、まあ僕だけじゃなくて、僕も猫さんにあのパターとか教わりたいですよ。僕あの試合でチンチンにやられちゃったんで、いいっすか教えてもらっても。パター仕方がないですねだマジでこんなん入んなかったんですよ。1ミリぐらい、うん、あ話になんないですねなんない、そう話になんない、話になんない、話になんない。だから、うん、そういう時のなんかメンタルとか、要はバーディーパット1メートルのバーディーパットから3パットなんですよ。うそ、うん、まあまあ傾斜難しいところがあったっていうのはあれなんですけど、そんなんダメじゃないですか。1メーターなんて傾斜ないですからね。今の、まあまあ、今の発言の時点で僕はもうちょっと今イラッとしました1番のパー4でめちゃくちゃ上げですね。左からで右 OB なんですよ。右池ですよ。池どうするんですかこれ。で左はセーフなんで、はい、ここはもう完全に飛ばなくていいんで、はい、フェードカート道方向に狙って、カート道方向からフェード、うん、フェードの時は絶対クラブ寝かせちゃいけないんで。あ、なるほど。寝かせてフェード打つと絶対プッシュ出る、はいはい、もうヘッドの重心をこういうイメージ支えたまま、それでちょっとこう、はい、打っていきます。では行きます、うん、もうカート道方向、はい、でアドレスも、はい、結構安全に左向いちゃって、もう完全に左向いてますね、うん、ではお願いします、はい。完璧だよ、さすがだな、こういうとこはな。まあど真ん中ですね。ちょっとね、逆光で見えづらい、まあ、こんな感じで。じゃあ猫さんもやってみてください。わかりました。まあ風左から来てるから、はい、ドロー打っていっちゃうとそのまま持っていかれちゃう可能性あるんで、あ、重心キャッチフェードですね。あ、そう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 、そう、おお完璧。これ結構右サイドのフェアウェイ行くと思うんですよ。ああ大体ここら辺か。これで、うん、横断したじゃないですか。でもあれだったら全然 OK なんで。アマチュアあるあるでこれやりすぎちゃうんですやっぱり。ああなるほど。極端なこと。どちらかというと逃がすっていう感じになっちゃうんです。そう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 。左向いた時点で捕まえるっていう脳がもう消えるんですよ。ずっと。ああなるほど。こうやってやりたくなる。そこっすね、ミッドアマー全国出れないの。まあそうでしょうだってそうやって捕まえられたら飛ぶんだから、フェードでも。確かに今のボールだったら風に負けてるボールだけど、ね、絶対20ヤードぐらいは前行くんで。負けてるし曲がりすぎだよ。そうそうそう、失敗じゃないですけど、うん、もうちょっとうまくいけるはずだなっていう感じ。やり方としては別に、そうそうそう、例えば真ん中狙って右の池行ったわけでもないし。そうですそうです。結果はいいけどね。そうだけどやっぱこういう風でも悪くてもパーっていうのを取っていくにはあと20ヤード欲しいじゃないですか。全然飛んでないよなぜならフェードじゃないんだよね多分。スライスなんですよ。スライスなんだよ。そうなんですよ。ほとんどのねアマチュアゴルファーこうなりますよ。あーなるほど。あどこ、こっからのロケーションはまあ打ちやすいですよね、フェードは。まあそうだね、うん、普通に打ってもなんか擦れそうな。うん、そう、まあ左は広いん で、うん、でピンも右に振ってあるから外すんだったら左だから、うん、マネジメントとしてはもう、ま、っすぐ打っていってスライスすればいいなっていう感じです。あまりフェードの意識は持たないんで、うん、上げてるんです。ねえ何やって、あ出てきたな。今は完全にヘッドが垂れてますからね完全に垂れてるね。なんすか今の。今のは本当に重心カットしたいぐらい。キャッチできてないんだよ。何の準備運動もしてないんででもそれでも重心感じないと。ヘッドですか重心っていうのは。あ、ヘッド重心ですね。来てんな、いいとこまで。まあ、ど真ん中っすよ。これでも250ぐらいしか飛んでないっす。いやこの上げじゃしょうがないでしょ。136の141、はい、なんでここはもう
1.5 番手上げて、はい、141位なんですけど7番で打ちます、はい、ここはもうほんとヘッドの重心感じるってめちゃくちゃ支えてんなクラブ。こっから、うん、これは消えるんですよ、うん、左手が浮くから、うん、こうですか、うん、手元よりヘッドがシャットに見えんね。でも前傾とリーディングエッジが平行であればシャットじゃないです。これシャットじゃないんだ、うん、これオープンですよ。これオープンなんだ、うん、へえ。これがまっすぐです。おう、うん、はい、行ってみんな勘違いしてない。行ってみましょう。まあこれつま先上がりなんでちょっと捕まりやすいんですけど、うん、本当にいいね。風やんだな。でかいっす、ね、いやでもナイスだ、はい、今一瞬やんだね、うん、だ重心、うん、フェース面とかも、はい、結構アマチュアの人ってスクエアが地面と90度っていう、はい、リーディングエッジがね、間違ってる人が多いんで、はい、自分の前傾角度がまっすぐだと思わないとダメなんですよ。なるほどね。そう、ちょっと難しいですけどね、うん、多分ね、シャットにしろとかって言われるぐらいが普通なのか、レッスンプロは言うと思いますよ。シャットじゃないんだけど、シャットって言わないとアマチュアは分かんないと。そう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 、だからそこを説明してあげればいいんだけども、説明する時間がないぐらいのレッスン時間だったりするじゃないですか、グループレッスンでね。猫さん一回こっち行っちゃったんで。クラブないんですよ。え？クラブもちょっと距離がね、あのワンペで。はい。4打目。はい。90ヤードなんですけど。うん。クラブ忘れてしまったんですよ。こういう時どうするんですか？これね、クラブ忘れちゃった時。あげじゃないですか。うん。僕は9番アイアンで100ヤードって技を持ってるんですよ。ああ9番で100、ましてこのアゲンストなんかもちょうどいいですよ。なるほど、9番で100ヤード打つ。これ実際90ヤードぐらい、90ヤードぐらい。なるほど、どうやって打つんだ。これはね、あ、うまい飛びすぎじゃない。いやいや、あ、いいかも。それってどうやって打ってるんですか。いや、これもう本当にハーフショットです、うん、僕の中で。ああ、猫さんの中でハーフショット、5パチとか5、6とかで使う人の、うん、僕のが50ヤード打つ感覚を、あ、9番で打つと100ぐらいの。ああ、なるほど、うん、でもそれって練習場でやるっていうより現場でやってる感じですよ ね。だから9番とか7番1本で回ったりとか。ああ、なるほど。でも普通のビジターの人って、うん、できないね、できない。だから、うん、猫さんはオークとかのメンバーさんだから、うん、練習場に練習するって言っても、うん、猫さんだったら時間があったらゴースルーとかで、そう、3000とか冬場はね、うん、ハーフラウンドとかできちゃうんで。あ、だったらいいっすね。そう、ボールないっすね。もう全然でかいねこんだけ偉そうまでいって100、120飛んでっから俺もでかいもん。俺びっくりしてるよ。え、あ、こっち風ないっすね。あ、無風じゃん。あ、すげえ。あ、でも山が遮ってるっすね。これちょっとしょうがないね。うん、散々偉そうなこと言って30ヤードオーバーしてる俺。逆目はあんまりこうやってやらない、うん、ちょっと、あ、そういう感じだ。ヒールアップさせて。でもヒールアップさせるとこうやって重心消えるんで、うん、これね、重心を支えたまんまヒールアップ20ヤード超、うん、60ヤード、はい、いい距離のパッティングじゃない。じゃ借りていい？はい、そう。こういう感じ？そうそうそう。そっちの方がパター上手いから、多分、ね、結構打っていいっすよ。ほら、それやっちゃうともうちょっと打っていい。これぐらいのパターだよな。これはもう距離合わせですよ。うまい。うん、オッケー。佐々木さん、パワーパット。パワーパット。これ、ほんと1メートルぐらいじゃないですか。これが何？試合ではなかなか振るわなかった。いや、全く振るわないですよ、うん。え、これ、なんか言いたいことある？ちょっと一回見てからだね。見てから。見てから。僕的には、タップさせたいんですよ。はい。パンと。でも、はい、多分試合になったら、
言っちゃってるっす、ね、あ、前出しちゃってんだ、うん、全然いいじゃん。こうだったらいいっすよ。こう打ててないです。あ、試合になるともうこっからなんか緩い感じがするっす、うん、試合になった途端これちょっと試合じゃないから分かんないよね。でも多分パターも重心全く感じれてなかったですね、うん、パターとか重心関係あります？猫さんの中で、あんまり振り方を考えてないですね、正直。あ、なるほど。 だから多分、うん、そこら辺神経質になっちゃって、そう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 、試合になると余計ね、あ、今こうなったこうなったってすぐ分かっちゃうんで、うん、そこのまず問題がありますね。それメンタルですか？メンタルですね。メンタルってかそのメンタルですね。終わりじゃないですか。じゃあもういいっすか。はい、いいっす。